5月15日東浅草の三夜堀公園で簡単優しい続けられる運動教室が行われました。いつまでも自分の足で歩くためには運動を習慣化し足腰を鍛えることが大切です。三夜堀橋から上新井橋の三夜堀公園には体力維持向上を必要としている人が楽しみながらできる健康遊具が設置されており、この教室では参加者が運動指導員の指導を受けながらそれらの遊具を使い誰でも簡単にできる運動を行いました。運動教室を開催する目的は身体的健康の維持向上のため、日常生活の中で運動を習慣化することを目的とした教室となっております。本日行ったプログラムは簡単、優しい、続けられるをテーマに、とてもシンプルで覚えやすいものとなっております。健康遊具を使うことでより効果を得ることができ、つまずかない運動、階段運動、ふらつかない運動、全身の伸び伸び運動の4つの運動を行います。つまずかない運動はふくらはぎや腰の疲れを取り除き、足首や股関節などの可動域の拡大に効果が期待でき、転倒予防につながる運動となっております。階段運動は太ももとお尻の筋肉を刺激することで膝への負担軽減に効果が期待でき、階段を楽に上り下りできるようになることが目的の運動です。ふらつかない運動は体幹部を刺激することで姿勢を改善することが期待でき、ふらつき予防につながる運動です。全身伸び伸び運動は関節周りの筋肉を伸ばし疲れを取ることができます。筋肉を伸ばすことで関節の可動域向上が期待され、特に肩関節の可動域の向上により肩こりの予防改善にも効果が期待されます。運動教室は7月から9月の夏季期間と雨天を除き、原則毎月第1、第3水曜日の午後2時から三夜堀公園で開催しております。自由参加ですので皆さんのご参加ぜひお待ちしております。分かりやすくお教えしようと思いまして、それに努めてきました。皆さんが楽しくできれば一番いいなっていうことなんですが、のびのびとできるようにさせていただきました。体のね、全身の運動ができるから、やり終わった時に気持ちよくなるあれですよね。で、皆さんとできるのが楽しくていいですね。4回か5回あるかないか、なんか軽くなったみたい感じですよ。久しぶりで来たのですっきりしました。全然違うと思いますね。いつも体が軽い感じがしますね。高齢福祉課では運動教室以外にも転倒予防体操の教室や講座の開催をしております。広報台等などでお知らせしておりますので、皆さんのご参加ぜひお待ちしております。